もし私たちが救われた理由が自分の頑張りのゆえであったとするならば、私たちはどこまで行っても心配になると思います。皆さん、こんにちは。松本明宏です。クリスチャンである私が信じている八つのことというテーマでシリーズで語ってきております。一回目は神はおられる。二回目は 神はどのような方か。3回目は聖書は信頼できるか。4回目はサタンと悪霊は現実に存在する。5回目は人は高価で尊く永遠の存在。そして前回はイエス・キリストは神であり人であるということについてお話ししてきました。この高価で尊いと神様がみなしてくださる私たちを救うために イエス・キリストは死なれる必要があった。だから神であるこの方が人となられたというのですね。この方は私たちの救いの見業を成し遂げるために十字架上で死なれ、本当に死んだということを証明するために墓に葬られ、しかし私たちを本当に救うことができる方であるということを証明するために3日目に復活してくださったお方です。 では、どうすれば私たちは救われることができるのでしょうかある人たちは、旧約時代は、人は立法を守ることによって救われ、新約時代はイエスを信じることによって救われる、というふうに思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。聖書の救済論、つまり人はいかにして救われるかという教理は、 最初から最後まで信仰による救いなんですね。それが証拠に立法が与えられる遥か前に存在していたアブラハムという人がどのように救われたか、どのように神の見前に義と認められたかということについて創世記に書かれています。創世記の15章5節と6節をお読みします。そして主は 彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この時、アブラムはかなり落胆していたようですね。なかなか子供が与えられない。こんな中で私が死んだら、 私の財産は誰のものになるのか、そんな風に考えていた時に、神様が彼を外に連れ出し、夜空の下一緒に散歩をしたんですね。そして天を見上げて星を数えられるもんなら数えてみようと。あなたの子孫は数えられないほど増えるんだよということを神様が約束された時に、アブラムは、後のアブラハムはそれを信じた。 神の約束を信じた。そしてそのことのゆえに彼は義と認められたって書いてますね。つまり、ローマ人への手紙まで待つことなく、創世記の最初の段階で人は信仰によって救われるんだということが明らかになったのであります。聖書の教える救済論は徹頭徹尾信仰による救い。では、信仰の対象は誰なのか それは神なんですね。聖書の神なんです。では、何を信じたら救われるのか、信仰の内容は何か。この時のアブラムに示された内容は、あなたの子孫は数えきれないほどになるという内容だったんですが、これが今日の私たちの救われるための内容でないことは確かですね。つまり、あの時アブラムに示された内容はそれであって、 それから徐々に徐々に歴史が進んでいく中で神様の啓示も変わってきた。しかし、イエス・キリストが十字架で死なれて復活して以降、私たちの信仰は最終段階となった。それが福音の3要素なんです。つまり、キリストは私の罪を背負って十字架で死なれ、墓に葬られたけれども、3日目に復活したと信じることによって、 あの時以降の人々は皆救われるんだということですね。しかし信じるだけだと言われてもなかなか安心できないのが人間です。ですから人間はどうしてもいろいろなものを付け加えたがるんですね。しかし私たちが私はこれをしたから救われたんだと言った途端に問題が2つ発生するんです。1つは イエス・キリストの救いの見業は不完全だった。だから私はこれを付け加える必要があったということになってしまい、それはキリストの救いの技に対する侮辱となってしまうんですね。そしてもう一つは、私はこれをしたから救われたと言った途端に私たちは傲慢になるのであります。神様は人が傲慢になるような方法で人を救うということはお考えになって いいないんですねさあ、このことについてイエス様は何とおっしゃるのか。ヨハネの福音書3章のニコデモという人物との会話の中からそのことを学んでいきたいと思います。イエス様がこの地上におられた時代、ユダヤ人の持っていた救済論はかなり歪んでおりました。ユダヤ人として生まれたならば自動的に救われるんだ。 そんな風に彼らは考えていた。間違った先民思想を持っていたんですね。しかし、そのように教えていた先生自身がだんだん心配になってきた。年が重ねられていって、もうすぐ私も死ぬだろう。本当に私は神の国に行けるのだろうかということが心配になったわけですね。ヨハネの三章一節。さて、 パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。彼はパリサイ派に属し、サンヘドリン議員の一人であったということです。二節。この人が夜イエスの元に来ていった。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は 誰も行うことができません。彼は夜こっそり誰にも見られないようにと思ってイエス様のところにやってきた。どうしてもイエス様に聞きたい、確認したい。私は本当に神の国に入れるのだろうかということを確認したくてやってきました。そして彼はこのイエス様の言動を見ながらこの方が神の元から来られた教師であるということを認めていたんですね。3節 イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様はこのニコデモのテーマをご存知の上でもう単刀直入にそのテーマに入られたんですね。新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。それは人間の努力を積み重ねた結果、はい、ようやく あなたは神の国に入れるようになりましたというレベルのものではないということをおっしゃったわけです。4節ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますかもう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかニコデモはびっくりしたんですね。実はユダヤ人の中にも新しく生まれるという概念はありました。 何によって新しく生まれるのか。第一に、ユダヤ人男性が13歳の時に行う、まあ言ってみれば成人式みたいなもんですね。バルミツバによって新しく生まれる。そして、大体当時であれば20歳頃に結婚していたんですが、結婚することによって新しく生まれる。3番目は、おそらく30歳頃になったと思いますけども、 ラビになることによって新しく生まれる。そして4番目は、これは50歳頃になると思いますけれども、新学校の校長になることによって新しく生まれる。という概念があったわけですね。この新学校の校長であったかどうかということについては、10節でイスラエルの教師という言葉が 使われているんですけどもそこには定監視がついているそのことによってニコデモは進学校の校長であったということがわかるんですねつまり当時のユダヤ人が新しく生まれるために与えられていたカードそれをニコデモは4つ全部使い果たしていたのであります逆に言えばこのようなことによって新しく生まれるとするならば ニコデモの右に出る人はいない。もし彼でも神の国に入ることができなかったとするならば、誰一人神の国には入れなかったであろうということが言えるわけです。それに対してイエス様はこうおっしゃいました。五節。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御玉によって生まれなければ神の国に入ることはできません。 水と見たまによって生まれるってどういうことでしょうかこのことに関してもいろんな説が登場しました。しかしここはシンプルに考えてよろしいんですね。この水というのは溶水です。溶水によって生まれるということは私たちが母の体から生み出される。つまり肉体的誕生。まず肉体的に誕生する。そしてその次に見たまによって生まれる。 つまり肉体的誕生の後に、霊的誕生が必要なんだ。見たまによって生まれるということが必要なんだ。そのことを神聖というわけですね。それを聞いて、ニコデモはこう答えます。旧説。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうかこの精霊による神聖という概念を 二項でもも理解できなかったんです。十節でイエス様はこうおっしちゃいます。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、つまり新学校の校長なのに、そのことがわからないのですか聖書が語る徹頭徹尾信仰による救いを強調しているこの聖書の救済論をあなたはわかっていないのですかと聞いているわけですね。そしてこの流れの中で、 イエス様は、ユダヤ人なら誰でも知っているあの歴史的出来事を引っ張り出すわけです。14節モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。これは何の話でしょうか民数記の21章を見ますと、荒野を歩いていたイスラエルの民が、またしても神に対して反逆したんですね。 それに対する裁きとして神は燃える蛇、つまり毒蛇を放ったわけです。その結果、多くのイスラエルの民が死んだ。そして彼らはモーセのところに来て、モーセさん、私たちが間違ってました。なんとか救ってくれるように神様に祈ってください。とお願いをしたら、神様がモーセに一つの方法を示された。あなたは聖堂で蛇を作って、それを旗竿の先につけて高く掲げよう。それを見上げる人は、 救われると神様はおっしゃった。世にも不思議な方法ですね。それが論理的であるか論理的ないか、そんなことは関係ない。神がおっしゃったことを信じるかどうか、ここにも信仰による救いが出てくるわけですけれども、そしてその時に、そうなんだと信じて見上げた人は助かったんです。そんなことはあるわけないだろうと言ってた人たちは、最後まで七点抜刀の苦しみを得ながら、 死んでいったわけですね。さあ、これは何を表し、そしてどうしてこの場面でイエス様はこの歴史的出来事を引用されたのでしょうかそれは、ここでも信仰による救いということを教えるため、そして今回のその信仰の内容は、聖堂の蛇を見上げたら救われるということを教えるためなんですね。じゃあなぜ聖堂の蛇なのか実は、この 荒野で旗竿の先に聖堂の蛇をつけてそれを高く掲げるということは、この時から約3年後にイエス様が行うことと対比されるんですね。あの時の旗竿、それはイエス様にとっての十字架であります。ということは、あの時の聖堂の蛇、それは何を指し示すかといえば、十字架上のイエスキリストを指し示すんですね。 えー、よりによってどうしてイエス・キリストを蛇と対比するのかということですが、蛇というのは毒を持っているわけですね。イエス様はもちろん毒を持っていない。もっと言えば罪を持っていないんですけれども、全人類の罪の身代わりとなるということのゆえに、罪の塊となって死なれた。そのことを表しているわけです。その上でこうおっしゃいました。 15節。それは、信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。つまりイエス様はここで、ご自分の身に3年後に起こることをニコデモに告げ知らせてくださった。そして、あの十字架上のイエスは私を救うためであったんだと信じて見上げる人には永遠の命が与えられるんだということを語りかけてくださったのであります。 そしてこの文脈の中で、聖書の中で最も有名なこの言葉が登場する。ヨハネ3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。さあ、どういう人が滅びないどういう人が救われるどういう人が永遠の命を持つとここで語られていますか 巫女を信じる者と言われていますね。ここでいう巫女を信じる者というのは、あの十字架上のイエスは私の罪の身代わりとなって死なれたんだと信じる人はという意味であります。そして私たちにとっては冒頭に申し上げた福音の三要素を信じる者はという意味で用いられているんですね。さあ、このことを聞いてニコデモは信じられたでしょうか 何十年にもわたって出来上がった彼の世界観はそう簡単には変えられるものではありません。しかしこれ以降の彼の姿を見ていくと彼は真剣に祈り、真剣に考え、真剣に探求したのだなということがわかります。今、ヨハネの3章を見ましたけども、次に登場するのはヨハネの7章。その時に、 イエスを罵る者たちがいたんですが、そこでニコデモが黙っていられなくってこう語ったということが、7章の50節と51節に書かれています。彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの立法は、まず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか、というふうに、 彼はイエス様を擁護したんですね。この時まだ彼は求道中であったと思います。はっきりとイエス様を信じたという段階ではないかもしれない。でもそんないい加減な考え方でイエスを球断すべきではない。きちんと調べてからそうすべきではないかというふうにニコデモはイエス様を擁護した。それが自分にとってどれほど不利なことであったとしても彼はそうしたのであります。そして、 ついに、あの時語られた通りのことが起きたんですね。つまり、イエス・キリストが十字架にかけられてあげられたという場面。ニコデモは思い出したでしょう。あのヨハネの三章でイエス様が語られた、あの荒野であげられた聖堂の蛇とは、このことだったんだ。あの時聖堂の蛇を信仰を持って見上げた人が救われたように、 この方は私の罪を背負って死なれたんだということを信じる者たちに救いがもたらされる、そのことが徐々に徐々にニコデモに分かったのではないかと思います。その時に彼はもう黙っていられなかったんですね。このままであればイエス様の遺体は放置される。本当に見るも無残な状態になってしまう。それは考えられない。なんとか埋葬しよう本来であれば、 死刑囚の埋葬というのは許されないんだけども、埋葬したい、そう思っていたときに、もう一人サンヘドリン議員のメンバーであった、アリマタヤのヨセフという人が勇気を出して、ピラトのところに行って、このイエス様の遺体の下げ渡しを願って、それが許されたということを聞いたときに、俺も手伝うよと言って、やってきたということが、ヨハネの19章39節と40節に書かれています。以前、 夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料と一緒に天布で巻いたと書かれています。ニコデモは、イエス様を葬るという善行を行ったから救われたのではありません。 ニコデモはこの方は私の罪の身代わりとして十字架に挙げられているのだということその段階でどこまで分かったか分かりませんがこのイエスこそ私たちのメシアであるということを信じて救われたんです救われた結果彼の世界観が変えられたんですねそれまでは 人の目にどう自分が映るかということが一番重要だったんです。だから、ヨハネの3章でも彼は夜こっそりやってきた。ああ、ニコでもイエスのところに行ってるぞ、なんていうふうに言われたくなかったから、世間の目を恐れて暗闇の中やってきたんだけども、今回は白昼堂々とイエスの遺体を埋葬したんですね。つまり彼の世界観は変わり、世間の目よりも 神の目を意識するものとなったのであります。今日のテーマは、救いは神からの賜物であり、努力によって勝ち取るものではないというものなんですが、そのことを一番明確に書いてくれているのが、パウロの書いたエペソビトへの手紙2章8節から10節までですね。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。 それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。神の恵みを私たちが信仰によって受け取ることによって私たちは救われたんだ。それは神からの一方的な贈り物なんだ。イエス・キリストという恵み、私たちの身代わりに死んで埋葬され復活されたというこの恵みを私は信仰によって受け取ることによってただそれだけで救われたのだ。 行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。冒頭に申し上げたように、もし私たちが自分の行いによって救われるんだとするならば、私たちは誇ります。高慢になります。しかしその次の十節にこう書かれているんですね。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、 その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。つまり、ニコデモがイエスを信じた後に、イエスを埋葬するという良い行いができたのは、それは彼が勇敢だったからとか、彼が善良だったからとかというのではなくて、それもまた神の恵み。それができるように、神はその良い行いをニコデモのために備えていて、 くださったのだということです。これは私たちも経験することではないでしょうかよく私があの時ああいう決断ができたな。私は臆病なのによくあの時イエスを信じるという決断、そしてあの行動を取るという決断をすることができたなというふうに振り返ることがあるのではないでしょうかその時にどう思いますか俺ってすごいよな、やっぱり。あれだけの決断ができたってことは、 相当優秀な人間なんだ。とっても頭が良かったんだ。貧困法制だったんだと誇るでしょうかいや、むしろ、よく私があんなことができたな。あれができたのもまた全て神様の恵みなんだというふうに振り返るのではないでしょうかニコデモも振り返ったときに、よく私はあの時イエスを埋葬するという行為に出ることができたなというふうに、 思い返した。それもまた神が用意してくださったものだと分かったのではないでしょうか。私たちも振り返るときによく臆病な私があの時ああいう決断ができたなとか、あの行動を取ることができたなと振り返ることがあるのではないでしょうか。そういうときにどう思われますかやっぱり僕って勇敢だったから、やっぱり僕って立派な人間だったから、あの時ああいう行動が取れたんだよねって思いますか そんなことできるはずもない私がそれができたというのも神様からの恵みだったんだなぁと思うではありませんか。ニコデモもきっと振り返った時によくあの時あの勇敢な埋葬という行動を取ることができたなぁとそれもまた神様が備えてくださったものだと思ったのではないでしょうか。イエス様は救いの御技を完璧に成し遂げてくださいました。私たちは その神様の約束を信頼して信仰によって受け取った。それだけで救われたんですね。もし私たちが救われた理由が自分の頑張りのゆえであったとするならば、私たちはどこまで行っても心配になると思います。本当にこれで良かったのかな足りないんじゃないかなでも、イエス様の成し遂げられた救いの御技は完璧であったがゆえに、 私たちの救いはそこに土台が置かれているゆえに私たちは安心することができるんですね。それを精霊による神聖とイエス様はヨハネの三章で呼んでおられるのであります。その結果私たちの物の見方、考え方、価値観、行動が徐々に徐々に変えられていく。こういう順番だということを 聖書からしっかりと受け取りたいと思います。それではこの続きは次回お話ししたいと思います。ありがとうございました。